はい、どうも、林啓二の昭和チャンネル。はい、こんばんは。こんばんは。はい、今日はね、幼馴染み、まあ、幼稚園だよ。幼稚園ね。幼稚園から、まあ、ノブのね、ノブもそうなんだけど、みんな、そうだね、幼稚園、小学校とずっと、まあ、そんな感じで、同い年で、若いやろみたいなね。な、俺と同じくらい若いやろ、うん、いや、若いね、こいつ、うん。で、一応ね、近くのね、こうスナックか、ここ、うん、で、お店を経営してる、花。花です。ビアラウンジ花です。うん。16年目です。もう16年目だったんだな、うん。今日話したいのは、うん、やっぱりうちらの世代が10個だったらさ、キャバクラで苦労してきたわけじゃん、いろいろと気遣ってさ。で、一番、まあ、ゆっこと俺話しとって感じたのは、今の若い子、うん、がやっぱりうちらが若い頃で精神論とかさ、根性論とかさ、気合みたいな、それはやっぱ違うと思うね。だろ、意地でもやったっていうかさ、なんか嫌なこと言われても、はい、すいませんって言って、安い給料でも頑張ったじゃん。給料がもらえない時もあったし、今の子は給料もらえないと訴えられちゃうから。そうだよね、だってもう今残業も一応ね、基本的になくなったじゃん。だし、言葉一つでパワハラだからね。なんとかハラスメントだからなかったやろ。ないない、何の言葉あっても。お前ハラスメントしたの？お前してない。お前したんじゃないの？したんじゃないの？してないって。お前するやん。俺にするやん、いつも。あんたにはね、もらはらやん、お前。あんたにはする。いやいや、あんたにはする。同級生でもいいじゃないですか。ええ、客や俺。客になったの？お客なわけないでしょ、あんた。バカじゃないの、本当。うわ、ムカつくな、こいつ。でもまあ、こういった、まあ今さ、なんだろう、今の若い女の子とか、こういったさ、夜の店だけじゃないんだよ。まあそうだと思うけど、でもやっぱり、若い子の今の時代っていうのは、こういう風な生き方だから、それに沿った、態度をしなきゃいけないし、教え方をしなきゃいけない、ね、だからやっぱり頭がいくつあっても足りません。ああ、なるほど、ね、バカだから、なんかどうしていいかわからなくなってくる。ね、その可愛さアピール何それ？アピールしてないですよ。いや、まあ、バカだからとか、まあ、言わい、いや、まあ、バカだからってお前バカだって思ってるでしょ、あんた。思っとるでしょ、ガチだ、ほんとガチ。お客さんの接客とかはめちゃくちゃうまいじゃん、やっぱり普通に仕事だからね。うん、まあ、それは長くやってるから。いや、仕事は分かってる。仕事なんです。いやいや、まあ、まあ、でも、お客様を笑顔にして返さなきゃいけないんで。俺、笑顔になって帰った記憶ないぞ、お前。知らんがな。知らんがな。知らんがな。あのね、ここが同級生とお客様の違いでございます。いや、でもこれ意外な一面かもしれないわ、林刑事の。なんで？いや、林刑事はどうなんですか？あ、もう言う。いやいや。まあね、大変です、うん、本当に大変です、うんうん、人を育てることができません、本当に、うん、育てても育て上げても右から左です、話は聞いてません、皆さん、うんうん、はい、どうやってこの先生きていかれるんだろうって疑問に思います。はい、でこれはね、あのね、まあで、ゆっこ考え方古いね、それが。なんで？その考え、その発想が古いね、うん、どうして？いや、うちらの意見を押し付けとなった、きっと、ゆっこ。押し付けではないけど。いや、別に、ゆっこ言ってることすっげえわかるんだよ、うん。これ、俺 YouTube でもわかるけど、俺、連れ、10人弱だからね、同級生。うん、前、お前、俺のチャンネル登録してる？うん。じゃあ、11人か。私はねえけど、いつもなんか押してるでしょ、いいね。え、し、わかる、誰が押したかわかんねえんだよ。あ、そうなの？いや、これはない、この認識。だから、自分がチャットとかいいねをとか、何でしょうかね、これ本当に。いや、もっと勉強しなきゃ、逆に勉強しなきゃかもしれない、言うこととか。もっと今の。あのね、私ね、うん、そんなネットのは、わかるわけないじゃん、おたんちんなのに。いや、違う、おたんちんでね、これね、ゆっこだけじゃないの。うちは同級生全員に言いたいことを、ここで言わせてもらうけど、今何長い、今の若い子はなっとらん。まあ確かに俺らもそういうふうに言われてきたと思うんだけど。そうだと思うよ、多分。うん、でも、さらに上を行きます、今の子たちは。を辞めてしまったりとか普通にやるから。いや、俺らにもあったやん。あったけどここまではないと思うよ。いや、一緒だと思うで。ただそれが世の中に出たか出ないかの問題だと思う。あ、そういうこと。あんま今すぐね出てしまう。そう。ノブはあり中。でもノブがあんなになんか、うん、モテたのがよくわからない。いや、モテてはないけど。よろってノブくんノブくん。
あ、私同級生じゃないの、そんなにモテるのって私はびっくりしました。今日ね、あのね、ゆっこと会うって録音するってなったんだけど、俺思ったんだけど、絶対ノブは読まん方がいいかなと思ったの。なんで？ノブも読んだ方が面白いじゃん。そうなの。で、俺は俺自身で、わかんない、俺自身の感覚で、俺次はノブもいます。あ、言ったな。いや、俺ね、人で気使った、いや、気使ったね、俺的に。いいよ、ノブも、ノブ、まあ、次はノブも来いよ。お、来たな。ノブになんか言ったれよ、お前。ノブ、お前、次出てこいよ、お前。次出てこいよ、ノブ。おあ、もう絶対来る。まあ、あいつ、これ。ああいうの弱いから、あいつ。3人コラボで行くぞよ。これも、同級生、3人コラボ。そうやな。な。俺も気変に気づかしちゃった、今日。38年、乳がなったんですよ。もう、本当に。でも、みんなに言いたい。うん。癌になっても、絶対くじけてはダメですよ。本当に。治療方法いっぱいあります。いいこと言うわ。で、辛い時もあるんだけど、うん、絶対いつか自分が、うん、こうしてやろうって思うことが一番大事です、はい、髪の毛なくなっても髪の毛伸びた時のことを考えて、こうしてやろう、あ、次はこうしよう、こういうのにしようとか。若い子へのメッセージやな。そう、メッセージ、うん、あの、うん、若い子たくさんそういうことをなられてる方多いので、ね、うん、でもくじけちゃダメです、うん、なんなら何かあったら聞きに来てください。本当に私のところに絶対にめげないで、うん、これだけはいい、うん、絶対に伸びてきます。こうやってもう取れませんから、これカツラじゃないんで。だからこれからの子たちも、今本当に若い子でも乳がんだったり子宮がん多いので、でもめげないで、いろんなことを我慢する期間ってすごい長いんですよ。スパン長いですけど、でも、でもね、我慢すればいい時に絶対あるから、本当にある。もうこういう商売してて、乳がんになったことは誰一人お客さんには言ってないんですよ。一段落だったから、5年経ってからお客さんに、最近毎日まだ店出てるじゃん、出てれるようになったんだよ、なるほど、カツラだったカツラだったんだよって言って、ネガティブにやっぱなってしまう、なってしまう。私も人生の中で最大の辛さでした。めげちゃうところってすごい今の若い子ってあるところ多いんだけど、でも絶対にこうしてやろうっていう気持ちってすごい大事だと思います、あの、自分自身の気持ちです。気持ち、いや今日も段階始めなら終わったで。あ、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ。頼むわ、頼むわ。